皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、夏に美味しい野菜ズッキーニを使ったマジで10分もかからずに完成しちゃう、食感もシャキシャキコリコリで口の中いっぱいに美味しさが広がる、やみつきズッキーニ炒めの作り方を紹介させていただきます。ほんとこれがね、味付けがめちゃくちゃ面白くて、まず間違いなく美味しく仕上がりますし、難しいこともほとんどないんで、ぜひ一回作ってみてください。きっとズッキーニがね、好きになっちゃうと思います。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ズッキーニ1本、今回ちょっと太めのものを使います。約 300g ちょいやりました。はい、そしてこちら長谷園のお茶漬けの素1パック。これだけでガチで美味しくなる。はい、チューブのもので OK。 おろしニンニク少々。お水 50cc。 ごま油を使って炒めていきます。材料は以上です。まずはズッキーニ、細切りにします。ちょっとね、上下のヘタを切り落としてください。そうしましたら、気持ち長い目に斜めに、太さはマッチ棒ぐらいかな、もう少し太くてもいいです、大体で OK なんで、マッチ棒よりちょっと太めの細切りに全てしてください。はい、こんな感じでね、ズッキーニを斜めに切って揃えて刻んであげると簡単に綺麗に刻むことができるんで、まずは斜めに全てスライスしちゃいましょう。はい、ズッキーニスライスしたら、適当にね、こんな感じで揃えて並べてください。あとは端からザクザクと刻むだけで OK。この辺の端切りにくいんで別で刻んじゃいましょうか。はい、こんな感じで広げてズッキーニを伸ばしたら、マッチ棒よりちょっと太いぐらい、これぐらいかな。はい、もうザクザク刻んで、ズッキーニをすべて細切りにしてください。よいしょー。お次はお水に、このお茶漬けの素を加えて、しっかり混ぜてなじましておいてください。はい、ぐるぐるぐるーっと。はい、もうほんと味付けはこれでめちゃくちゃ美味しくなる。はい、そしたらフライパン用意して、ごま油ちょっと気持ち多めに入れてください。そしてニンニクもまあ適当に入れちゃいましょう。パンチを効かせたい方はいっぱい入れても OK。 この状態で弱火で加熱してください。だんだんニンニクが温まってくるといい香りがしてくるのでね、まずはゆっくり温め、ニンニクの香りを引き出します。はい、ごま油とニンニクを全体に広げながら温め、香りが引き立ったら、ズッキーニ全部入れまーす。はい、あとは全体的にバラバラにほぐしながら、ニンニクとごま油をズッキーニに絡めるようにしながら、1、2分炒めてください。ズッキーニがね、軽くしんなりしてきたら OK です。はい、こんな感じですね。ズッキーニが軽くしんなりして、全体的に油が回ったら、先ほど用意しといたこのお茶漬けの素を全部入れる。あとは優しく全体に混ぜながら、お茶漬けの素を絡めつつ、この水分がね、ほぼほぼなくなるまで、はい、混ぜながら炒め合わせるだけ。たったこれだけでガチで美味しくなるんでね。ほんと超簡単。はい、こんなもんすね。全体的に、お茶漬けの素が絡んで、ズッキーニがしんなりしてきたら OK。大体ね、水分もなくなりつつあります。これあんまり炒めすぎると、ズッキーニからもどんどん水分が出てくるので、ささっとね、混ぜながら炒めて、いい感じにお茶漬けの素絡めてください。はい、もうあとは盛り付けて食べるだけ。あよー、完成しました。マジでズッキーニ細切りにして、ささっと炒め合わせるだけ。味付けはお茶漬けの素なんで間違いない。そこにごま油の風味、ニンニクの風味とパンチが効いて、これガチで箸止まらんやつなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、今日も、パをいただきます。マジでね、ズッキーニをお茶漬けの素でささっと炒め合わせると、食感も良く、めちゃくちゃ美味しい。ガチで箸止まらん。
やっぱお茶漬けの素優秀やな。このお茶漬けの素の味わいにごま油とニンニクの風味が効いとるんで、マジ食欲刺激される。普通にズッキーニ1本ぐらいペロッといけるわ。そうですね、だいたいズッキーニは 300g ぐらいやったらお茶漬けの素ワンパックでいい感じの味わいに仕上がるんで、まあその辺はね、お好みで調節してください。ちっちゃいズッキーニ使うときはお茶漬けの素ね、少し減らしたり、いっぱい作るときは2つぐらい使ったりとね、お茶漬けの素で整える感じですね。マジうまい。もうあとはね、細切りにしたズッキーニとお茶漬けの素を炒めながら絡めるだけなんで、めっちゃ楽ちん。あかん、うますぎるわ。もう食感もシャキシャキコリコリで、これ完全に飲めるやつ。はい、ということで今日も行っちゃいましょう。乾杯。あー、うまい。これめっちゃ焼酎と合うわ。いや、やっぱズッキーニ美味しいよね。いや、これやったらね、マジ食感もよく食べ応えがあるんで、おつまみとして優秀すぎる。しかもこれ慣れてしまえば5、6分あったら作れるんで、めっちゃおすすめ。なんかあと一品欲しいっていう時なんかにもね、パパッと作れちゃう。やっぱり細切りにしとくことでね、食べやすいですし、めちゃくちゃいいわ。つまみに抜群。あ、おいしい。まあお好みでね、仕上げに一味唐辛子とか、まあ、ブラックペッパーとか振りかけてちょこっと刺激を加えてもおつまみにいいと思いますんでね、マジ作ってみてください。最高にうまい。これやったらなんぼでもいけるわ。そしてこの炒め合わせるとき、今回のようにまあ弱火ぐらいでずっと炒めといてもいいんですけど、慣れてきたらこのお茶漬けの素を入れたタイミングで火力を強火にして一気にね炒め合わせる方がシャッキシャキ感も残りますし、水分も飛んでいい感じに仕上がるんで、あんまりね炒めるときに強火でやっちゃうと焦がしたりする恐れもあるんですが、まあ慣れてる方はね、最後仕上げるときは強火の方がおすすめ。あんまりダラ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 混ぜながら炒めてるとズッキーニからも余分な水分が出てきてね、ぐにょぐにょのべっちゃべちゃになるんで、そこだけ気をつけてください。そうしたら最高に美味しいやみつきズッキーニ炒め完成しちゃいます。うますぎ。